津の趣味部屋へようこそ。今回もね、届いたもの、ご紹介していきたいと思います。まあね、もう見ての通り何段ボールありますね。はい、こちら、見ていきます。まずね、この箱なんですけれども、はい、見てください。複数口で、2分の1の、小口、はい、で、もう一つが、2分の2と、つまりは2小口なんですね。はい、いやね、これに関しては自分は予想外でしたね。あれと思って、まあ、大和の人にあれ2個でよろしかったですかって言われて、2個と思って、2個も頼んだっけなと思ったんですけど、なんか2小口なんですよね。どういう風に入ってるのか、まあちょっとね、こっちの小さいのから見ていきましょう。下のは大きいんでね。はい、まあね、大体分かってるっつうか、分かってるよね、あのサムネとかでね。はい、ということで、これをねちょっと開封したいと思います。はい、はい、ということでね、ちょっとここの封を開けました。はい、では実際ね開けてみましょう。自分もね、ちょっとこれに関してはわからないんですよね。なんだろう、これ何が入ってんの、これ。もしかして紙だけじゃねえの、なんだこれ。ちょっと個人情報が入ってますね。あれああ、なるほど、はい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 、ああそういえばっていう感じで、わかりましたね。ちょっと待って待って、これのためにこんな大きい段ボールに入れたわけ。嘘、これ封筒でよくね。マジでこれ封筒とかでよくね。これのためになんかこんなよそよそしい段ボールに入れてたの。俺なんか期待しちゃったな。いや、びっくり。ある意味びっくり。聖夜です。セイント聖夜の聖夜の、カンボッチだね。ジャンプ50周年の、記念バッジですね。はい。それの聖夜。はい。もう、予想外だな。このデカさで、このサイズのものが出てくる。いや、びっくり。とりあえずね、本線戻ろうか。はい、本線戻ります。はい、いや、ある意味ね、もうあの箱はちょっとびっくり箱でしたね。はい、ということで、本線はこの大きい箱です。まあ、手と比べればかなり大きいのがわかるかと思います。はい、いや大きいこれ。で、何が入ってるかっていうことなんですよね。はい、で開けますと、さらにプチプチで包まれてますね。はい、厳重になんか梱包されてる感じですね。はい、この場合だとね、ちょっとわからないんでね、で自分もちょっと片手が塞がっちゃってるんで、これをまた出してね、ちょっと見てみたいと思います。はい、早速ね、箱を開けれる状態まで持ってきました。はい、ではね、早速開けたいと思います。さあ、何が出てくるか。よいしょっと。では、もう一気にね、バンって、一気にバンって開けちゃいますね。もうね、あれ分かっちゃうんでね、もう開けた瞬間にいきます。せーの、うわ、出た。半端なくかっこいい。やばいぐらいかっこいいんですけど。はい、これはね、ジャンプ店でね、受注生産される、
複製原画ですね、高級複製原画です。はい、こちらに注文してまして、やっとね、私の手元に届きましたんで、ちょっとね、皆様と一緒に、見ていこうと思ってね撮らせていただきました。やっぱ最高。フリーザとこの悟空、このイラストがめっちゃかっこよくてね、もう一目惚れですよね、うん、いやかっこいいこれ。でここにね、はい、ちゃんとパネルがありますね。ドラゴンボール鳥山明、週刊少年ジャンプ1990年第25号掲載の、表紙っていうことですね。表紙っていうかね、扉絵っつうんですかね、はい、うわこれはすっごい、まあ、実物を見たらもっとすごいんですけど、まあさすがにカメラ越しじゃ伝わらないですね。かっこいいな、僕。いや、すげえ。縁はね、なんかアルミなのか、アルミだ、アルミかな、うん、アルミのね、なんかこう模様が入ってる感じのやつですね、うん、いや、これはすごいですね、うん、いや、何より大きいんですよね、うん、いやこれは飾り映えするなぁ。いやこれは良かった。高かったけど はい、いやこれはすごいな。これ一応裏はどうなってんのかな。裏は多分普通だと思うんですけどね。よっ、あ、裏は普通ですね。いやこれはすごいな、まあ、一応自分はちょっとね飾る気ではいるんですけどね、うん、やっぱね飾るためにね、買ったわけですから、やっぱ飾ってね、なんぼのもんでしょうこういうのはね、うん、やっぱ未開封で倉庫に眠らせるよりね、やっぱこういう絵っていうのはね、やっぱねいつでも見れる状態の場所に置いとくっていうことでね、やっぱそれで、ね、うん、やっぱこういうのも報われるっていうもんじゃないでしょうかね、うん、なので自分は普通に飾りますね、はい、ということでね、今回はね、以上の動画となりました。いや最初の箱はねほんとびっくり箱でびっくり、うん、ということで、今回は以上で終わりたいと思います。ご視聴どうもありがとうございました。